それでは伊藤岳君。はい、日本共産党の伊藤岳です、参考人の皆さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。生物多様性の劣化が何を引き起こすのか、レッドリストに追加される絶滅危惧種が増えるなど、人間が健康に生きていくための環境を激変させているというお話が今日聞かれたと思います。日本の水産資源も乱獲やプラゴミの影響などで直線的に減少し、このまま推移すれば2050年にはほぼゼロになるペースだという研究者の話も見たことがあります。先日12日、WWF ジャパン、自然保護協会も一緒だったんですかね、いくつかの市民団体が共同で、プラゴミ削減、水産資源の保全のためのプラゴミ削減の提案を出されたという新聞記事を見させていただきました。今日は当媒参考人のお話の中にもプラゴミの話がいくつか出てまいりました。プラスチックリサイクル率、日本は 16%、まあ、実はここは熱回収がそのうち 68% も含まれているんだという話がありましたけれども、まあ、熱回収で、プラゴミを処理するというのは結局 CO2 を出すわけで、まあ、温暖化に逆行するということになります、まあ、ですから私日本のプラスチックリサイクル率 16% というのはちょっとまやかしで、熱回収除くと何パーセントなのかと、もしご存じたらお聞かせいただきたいし、そういう角度から警告をした方がいいんじゃないかと思いますし、また結論としてプラスチックの大量生産、大量消費を転換していくということが、元国民に周知されなければいけないというふうに思います。またお話の中で、プラスチック政策の国際的協定というお話がありました。70カ国が支持をしていると。で、この国際的な協定の内容なんですが、まあ、例えば熱回収じゃダメなんだとか、プラスチックの大量生産、大量消費を改めるんだとか、まあ、そういうやっぱりこう中身も盛り込まれるべきとお考えか、また70カ国っていうと、まあ、OECD 諸国のうちどれぐらいが参加しているのか、もしご存知でしたらお聞かせいただきたいと、当媒参考人にお願いいたします。はい、当媒参考人。伊藤議員、ありがとうございました。ご質問、まずプラスチックのリサイクル率のお話、14ページ資料を見ていただきたいと思います。で、14ページで 16% というのは国内リサイクルです。で、それとは別に 60% 熱回収をしているということなので、 16% のうちの 60% の熱回収ではなくて、まあ、国の言い方としてはリサイクルというかサーマルリサイクルねと言ってますが、環境団体から見れば残念ながらそれは望ましいリサイクルとは全く国際的に言えないというふうに考えております。というのがまずご質問いただいた1点目です。で、2点目、今度は資料の30ページを見ていただきたいと思います。拘束力のある新たな包括的国際協定、それがどういうもので構成されるべきなのか、そこに日本はどう参加するべきなのかというお話です。国際条約というのはやはり共通性があります。実効性を求めるためには、それぞれが責任のある分担のある負担をしながら国際協調で解決していく、つまりは各国ができることを皆さんで言うのではなくて、国際目標を最初に定めるということだと思っています。そうすると2030年にはプラスチックを使っていながら海の中に流出させることをゼロにしようという大きな目標を掲げる必要があると思っています。それがこの1番目、国際的ゴールと国の行動計画という、まず一番大きな国際目標をしっかり国際交渉、外交の中で定めていくということだと思っています。ただ一方、これがその目標だけで全て変わるかというとなかなか難しいので、今度は4番目の点になりますけれども、じゃあどういう素材というのが自然環境に流出したときにより長期にわたって環境、生き物に影響を与えるのかという、リスクの高い素材がどういうものなのか、でそれを生産し続けるのではなくて、例えばフロンの規制等々の皆さんにもご記憶にあると思いますけれども、リスクの高いものから順番に科学によって確定し、それをなるべく早くやっていく、で第二段階にさらに縮小するものを定めると、今度は産業がうまく移行できる措置というのを科学に基づき、国際合意に基づき、一方的にするのではない、または2カ国間だけでやるのではなくて多国間で解決するということをルール作りすることによって、
先に頑張った国が損をする、または後から来た企業が得をすると、なるべく使った企業が得するということではなくて、フェアな競争環境と、それに向かった国際目標の合意というのがセットになることが望ましいと考えております。以上です。 OECD 諸国で何カ国ぐらい、東角君どうぞ。 OECD 諸国で何カ国ぐらいっていうのは先ほどお聞きしたんですが、分かりますか。もう一度確認してからお返事させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。生物多様性の劣化が引き起こす一つとして、同期参考人 の、 論文も事務局から配られて読まさせていただきました。森林破壊によって人が自然の領域に過度に接近したことによって、先ほどもお話がありましたが、コウモリから人への新型コロナウイルスの感染ルートが生まれた可能性が高いという指摘、これ重要だと思いました。これまでの社会経済活動のあり方について考えさせられる指摘だと思います。また同家参考人の論文の中には、 SDGs の達成と人と自然の共生する社会を目指すには、ワンヘルスアプローチのテーマでの改革が必要だということも紹介をされています。このワンヘルスアプローチは、健全な環境、人間の健康、動物の健康を一つの健康として考えることだと私は理解をしておりますけれども、今後の社会経済活動のあり方、日本のですね、社会経済活動のあり方についての大事な視点だと思いますし、我が党も注目をしているところであります。また当該参考人が事務局長を務められている WWF ジャパンの取り組みとしても、コウモリが生息する東南アジアの森林を伐採して生産されるパームオイルの問題で取り組んでおられると聞いております。同家参考人、当該参考人の2人にお聞きしたいと思うんですが、このワンヘルスアプローチの具体的な改革取り組みとして、例えば感染症を拡散する恐れのある野生動物との取引と消費の抑制とか、森林破壊の防止と土地利用の転換の抑制だとか、自然との調和の取れた農業、畜産、水産の推進などが挙げられると思うんですが、日本がどのような政策を今後具体化して実行すべきか、国際的なリーダーシップを発揮すべきか、ぜひお二人の参考人にご意見をお聞かせいただきたいと思います。はい、では同家参考人から参りましょうか。はい、ご質問ありがとうございます。端的にお答えできればと思います。まずベーシック基本のところではですね、やはり情報とか、そういう情報の共有とか対策 の、 共有というのがあると思います。自然界にあるそのウイルスが何らかの形で病原性を持つ、病原性を持つ、あるいはそのウイルスが家畜等に感染する、いろんな段階がきっとあるはずで、それに極力早期に発見し早期に対応できるということが大事だというふうに思っています。で、そこについて鳥インフルエンザ対策などではかなり、行政機関内の連携も深まってはきていると思うんですが、それをより広範な対象に広げていくというのが、重要になってくると思います。で、外交とかそういうレベルでいうと、外来種対策にもつながるんですが、日本は、ペットの取引、いわゆるエキゾチックアニマルみたいなものの方ずとは言わないまでも、かなり相当程度輸入している国であります。で、本当にこのようなその野生動物の利用が正しいのかというのは、世界的な動きの中でもしっかりと日本としての責任を果たしていくべき領域じゃないかなというふうに思っています。ですので、その情報の共有もそうですし、そもそも入ってくるものが正しいのか、そんなに入れなきゃいけない生き物なのかとか生物なのかとか貿易なのかとか、そういうのも含めて、リスク管理や、リスク管理のリスクの共有だとか、本当にやらなきゃいけないことはたくさんあるんではないかなというふうに思っています。以上になります。はい、私から東海参考人伊藤議員、ご質問ありがとうございます。ワンヘルス、次の1年で日本がどこまで考えられるか、これが勝負だと思っております。人間の健康、動物家畜の健康、環境の健康、この3つの問題です。3つの問題ではなくて、3つがつながっている問題です。議員の皆さんも多分、人間の健康に関してはワクチンをはじめ、人間がかからないようにするために行動の心がけ、これはかなり浸透しつつある、これからも重要な分野と認識されていると思います。それから動物から人にうつるというところは、鳥インフルエンザ等々、家畜の間または
動物から人にというところも相当に取り組みが進んでいる、または獣医師と医師の方の連携も始まっています。じゃあこのワンヘルスで何が進んでないかというと、環境から野生生物から人にまで移ってしまうこの経路、これに対する調査体制、報告体制、防止体制、知見が全く不足しています。これ今の所管するところはどこなのかということも現在不明瞭な状態だというふうに環境団体では考えていて、非常に危機感を持っています。ということは人の医療、それから動物の健康だけではなく、環境からどれだけリスクを持って人間に移っているのかということに対する調査研究情報共有、その体制に投資をする確立をしない限り、この議論は進まないと考えています。でそこで日本が果たす役割というのは、日本がいろんなこの生活が東南アジアからのいろんな輸入物によって支えられている、議員がおっしゃったパーム油もそうです、私たちの食生活を支えてくれています。でそういうところとで現地で本当に森林伐採から野生生物が今度は、人間の周りの生き物にどの程度こういう病気を移している可能性があるのかということには着目する必要があると思います。もう一つ大事なのは、道家参考人もおっしゃった、日本に野生の生き物をペットではなくて本当に野生の生き物を輸入してペットにしているという実態です。私ども調査しました。違法輸入が過去数年にわたって1000件以上あります。その違法輸入の中には、猿という人間に病気をうつしやすいもの、コウモリというやはり人間の病気をうつしてしまう元になる、そういう生き物も含まれています。今はこれは野生生物の違法輸入っていうふうに扱われています。ということは扱いが低い、優先順位が低いものです。本当にワンヘルスを実現する人間と自然のつながりを、距離を見直すという先ほどお話しいただきました。それをするためにはきちんとそこに予算が充てられて、知見を深めない限り、大事な人間の健康、大事な家畜の健康は守れますけれども、環境から来る問題、これは解決には遠いと思いますので、ぜひご検討いただけたらと思います。ありがとうございました。伊藤岳君。ありがとうございました。終わります。ご苦労様でした。